也の車の話始まりました、はい、鈴木さんですよ。あ、鈴木さん、鈴木自動車ですよね。そうなんですよ、まあ、リーさんといえば鈴木自動車、ね、鈴木大好きですからね。本当好きだよ ね、 ね、はい、好きな鈴木の車、うん、何がいいですか。何ですか。ジムニー、ジムニー、まあ、テリーさんはジムニーかなと。いや、違いますよ。あ、違うんだ。うっさね。いや、僕ジムニーも乗ったし、それこそね、ハスラーも乗ったし、スマイルも乗ってるでしょ、はい、本当は違うんですよ。何、本当は僕ね、イグニスなんですよ。いや、聞いたこともないんだけど。いや、この車ね、これものすごくかっこいい。もうヨーロッパの車みたいでね。何がすごいかっていうと、後ろから見るとですね、台形なんですよ。へえ、このシルエット、はい、で、日本の車っていうのは広く見せるために横のガラスを縦にするんですよ、はい、この車はこうなってるから、一見なんか、なんていうのかな、あの飛び、なんかこの体育館の、体育館の飛び箱、うん、ああ、はいはい、あれの格好してるんですよ。で、こんな車世界にないのにって思ってるんですけども、全然人気ないんですよ。で、本当に、だって見たことないもん、これ。僕この車がね、鈴木の中では隠れたナンバーワンデザインだと。だからデザイナーの人はきっと泣いてると思いますよ。なんで俺のこのセンスにいいのみんなわかんねえんだって。だって売れてないもん。そうなんですよね。いや、でもで、そういうふうに褒めちぎる人に限って買わないの。いや、本当に世の中のジャーナリストって、ね、世田谷の営業所で本当に買いに行ったんですよ、はい、そしたらイグニスを、あの、いや、トリーさん、あのイグニス生産中止になりましたから言われて、うん、それで僕は、そうなんですかって、僕はあの、うん、スマイルを買ったんです。いや、だからその営業マンは、うん、スマイルを売りたかったんだよ。そうなんですよ、出たばかりだから。そうね、でもそれ騙されたんだよ、だからそういうの営業マンに。売ってるってことですもんね。そうそう、ひどいでしょう、それでも。でも世田谷、違うんですよ、多分。世田谷の鈴木、もう一台買ってくださいってことですよ。テリーさんの性格を見越した上での。でも俺、今、あれですよ、買おうと思ってますよ、これじゃなくて。だからほら、まんまと。ねえ、これじゃないの。スマイルを売ってこれですしかないですもんね。じゃあこれにしましょうよ。だって車庫ないもんね。車庫ない。鈴木さんなんですか。俺はもう鈴木といえばカプチーノですよ。ツーシーターのね、はい、そのカプチーノが出た時、これは本当に軽かよっていうぐらい運動性能めっちゃいいの。へえ。でも、もう信じられなかったよ。本当なんかさ、 FF しか作ったことのない鈴木が、うん、こんな FR で乗りやすくて面白い車作っちゃう、うん、だからベストモータリングで、これもう一時期とんでもなく、もう本当に言い方悪いんですけど、うん、1.6 リッターのロードスターをやっつける。あ、そうなんだ。めっちゃ運動性能いいの、これ。もうドリフトなんかバンバンできるし、めっちゃ扱いやすかった、これ。いや、だけど本当このカプチーノが出た時、いい、めっちゃいい。すごくかっこいいですよね。そんなことで、はい、今回はですね、まあ、鈴木といえば K というイメージも、はいはい、かなり皆さん強く持ってらっしゃると思いますが、今回のテーマは軽自動車で行こうと思っております、はい、いいですね。鈴木の K ですね。もちろんです、はい、鈴木の K です。鈴木の鈴木さん。そうです、はい、鈴木の鈴木です。今アルトの担当を、はい、そうですね、まあ、あの一番新しく作った車はアルトになります、はい。それまでは何やってたんですか。スペーシアを、国内だとスペーシアやってました。スペーシアね、はい、今はアルト。今はそうですね、去年の、暮れにアルト、はい、あの9代目のアルトができましたので、はい、そうですね、1979年からずっと、ね、作り続けてて、まあ、鈴木を代表する軽自動車、ね、まあ、軽自動車の代表と我々は勝手に言ってますけども、うん、そのぐらいの車だと思います。まあ、だからアルトワークスなんかも散々乗り回しましたよ。私も最初に買ったあの車はアルトワークスで、ね、学生の頃乗ってました。だって K の中で一番早かったもんね。早かったですね。すぐあの壊れちゃいましたけど。いや、すぐ壊れちゃうんだけど。壊れちゃう、壊れちゃう。はい、鈴木さん言い過ぎですよ。いやいや、もう早く走れるもんで、ちょっと元気よく走っちゃうんです。いや、本当にもう K の中で一番早いのがアルトワークス。あの、ちなみになんですけど、まあ、すごい基本情報ではあるんですけど、 K って
その外国ではその K っていうのはない、ない、カテゴリーがないってことですよね。で、日本だけなんですか、軽自動車っていうのは。そうですね、はい、なんで日本だけがそのそういうカテゴリーなんですか。元々はやっぱり車が高かったので、なるべく多くの方に車を乗っていただこうという、国の政策で軽自動車という企画を作って、その代わりいろいろ規制が大きいんですね、サイズも大きさも決まってますし、排気量も決まってますし、でもその代わり維持費が安くなるような税金体系だったりっていうので、国に皆さんに車を普及させるっていうのが目的の企画になります。庶民の味方鈴木。360税制ね、最初。最初はですね、350。それが550になって、今は660。じゃあその時代って車って本当高かったんですか。だからバイクか車か、だから庶民が買えない、で庶民が買えるところに鈴木は目をつけたのね。そうです。じゃあ本当にじゃあすぐ乗ろうっていう気持ちになる、でそういう車ってことですよね。軽の規制があるんですよ、よく。それこそ軽自動車ってガラパゴス島と一緒だと思うんですよ、この規制の中で作んなくちゃいけない、そうすると日本人ってすごいから、この例えばエンジンの排気量の中でこのサイズっていうことを逆に縛られることによってものすごくそこで努力する、と世界でこんなにいい車を作れる国なんて今も含めて世界にないですよ、特にもうミッションなんかはもう軽なのにオートマなんてのは世界から見ると驚きですよ、例えばヨーロッパの車なんてのはみんなマニュアルじゃないですか、で、スマートが最初に出てきた時、もう格好はいいでしょ、格好はいいけども本当にシンクロがダメで、なんてダメなんだろうと、でそれに比べて僕らも K の車を見てるから、全然世界と世界のこう小さな車のレベルが、今もそうですよ、もう世界は日本のこのミッションなんか作れないんですよね、だからそれがやっぱし日本の軽自動車の能力っていうのは突出してるような気がしますね。なんか海外の人からすると可愛いっていうのが日本の K。 あー、なるほど。まずは1991年に発売されたカプチーノ、はい、もう思い出たっぷりですもんね。超思い出たっぷり、ね、91年でバブルの頃。そうですよ、バブルが崩壊して。そうですよね、はい、90年ぐらいだもんね。そうか、バブル。だからこれ作った時にはさ、鈴木さんもさ、バブルが続くと思ったんだろうね、いやだって割とこの時代売れましたよ、僕らなんかはやっぱりそのベストモータリングで常に新車が出ると、どのメーカーがね、その K の車で速いのかっていうのを毎月やってたから、ベストモータリングで。だからカプチーノにかなう車がないの、このジャンルで。そのくらいそのエンジンもいいんですよ、スズキの。あとは運動性能がすごくいい。あと現在も鈴木さんじゃないですか、生存率が高いんじゃないですか。そうですね、全体はちょっと難しいですけど、会社の駐車場にもまだいっぱいいるんだ。できて、ね、通勤で使ってる人。こういう車ってなんかみんな大切にするじゃないですか、自分がそれこそね、なんか継承していこうと思ってね、いやだってイニシャル D に出てくるんだもん、カプチーノはね、はい、じゃあ次見ましょう、はい、続いてこちらです。ワゴン R、はい、これは1993年から発売が開始したワゴン R、はい、このエンジンもすごかったですよね。ワゴン R は当時まだ背の低い車しかなくて、軽くて乗りやすかったっていうのがあったんですけど、その中でこう背の高い車っていうのを出したっていうところではすごく新しい車だったと思います、でこの車ってデザインが外から始まったんじゃなくて内側から始まってるんですよ。中に、当時自転車とかそういうのを積んでなんか遊べる軽自動車みたいなのを考えて中から作っていって、最終的にこのデザインになっていったという、すごいやっぱこれも機能からデザインされた車だったのかなというふうに思います。この形ってそれ以降いろんなメーカーがやってるけども、こんな車なかったんですよ、でもう一つワゴン R のすごいのは、普通新車が出るときって前もってモーターショーかなんかで発表して、何ヶ月も前からそれこそ雑誌かなんかで紹介してるって発表するんですけど、ある日突然発売いたしたんですよ。ですから宣伝なし、予備宣伝しなかった、ですよね。さすがに予備宣伝までは僕もちょっとまだ大学1年生ぐらいそれで僕ね、実はこれね
ベストカーの人たちと話してた時に、はい、こんな車出たんだっていうふうに言ったんですよ、うんうん、ってことはスクープも何もされない時に、うん、ある日突然出てきた、うん、そうと思って、はあ、だからその時にデザインがこれ今だったら当たり前にあるけども、うん、こんな車なかったんだよ。それこそ普通のなんかちっちゃい車か、うん、あのスバル360とかキャロットとか、うん、ああいう感じの中で背が高くて、まあ、今でもアウトドア志向じゃないですか、うんうん、この車は今までの K というなんとか K なんてっていうんじゃなくて、うん、K でもかっこいいって、うん、高級車乗っていてもワゴンある欲しくなる車欲しくなる、まあ、そういう意味で言うと、うん、クラスを変えるくらいの価値観、うん、本当にこの車はね本当にすごい日本の車っていうか世界での価値観を変えた車だと思うんですよ、うん、すごい車です、うん、僕はこれ右側の車今最新はこれ買ってそうです、ね、あこれ最新これは先ほどイグニス変えないで買ったんですよ、うん、ケリーさんがずっとスマイルスマイル見てる、ね、これはこれでいいじゃないですか。かわいい。まあこれでも普通ですけどね。嘘え、これかわいいじゃん。でいいと思ったから乗ってらっしゃるわけですもんね。これは普通だったな。いやでもイングリッシュよりこっちの方がかわいいじゃん、ね、この手はよくあるんですよ、どこにでも大発にもあるし辛口。でも室内も広そうじゃない、居住性は良さそうじゃない。でもだからこれが全部ワゴン R が作った形の、うん、まあ、高級もので、うん、これどのメーカーも出してるんです、これは、うん、どのメーカーでもこの形はある。そうそうそう、だこれだったらダイハツのムーブキャンパスの方が良かった。いいじゃない、鈴木なんだから今日は鈴木さん、なんとか言ってよ。実際買ってらっしゃいますから ね買って乗ってるからこその辛口なんですよ、きっと。ちょっとこれ、ムーブキャンパスに寄せてんなと思ってちょっとね、寄せてる感じがしてね。なんだかんだ言っても買いましたから。ありがとうございます。ほら、ハスラーいいじゃん、ね、これですよ。テリーさん、こうハスラーとか好きそう。いや、ハスラーも初代買いましたよ。あ、ハスラーは革かっこいい。これはさ、女の子にも好かれるもん。めっちゃかわいいと思う、ね、ほんと革かっこいいですね、これ、うん、これはね、うん、FJ クルーザーにちょっと似てるんですよ。あ、なるほどね。で僕ね、実は FJ クルーザー持っていて、うん、うちの FJ クルーザーってボディが黄色で、うん、屋根が白なんですよ、うん、でハスラーの僕、黄色買ったんですよ、うん、ハスラーの黄色は天井が黒なんですよ、うん、で、ダサいなと思ってこれ上ね、ラッピングしてくれ買った人だから我慢してくださいで、ラッピングして FJ クルーザーと同じにしたの、うん、上白でそう、うん、かっこよくなったの、うん、そしたら、うん、現行になったら、うん、黄色に今度白にしたんですよ、うん、ハスラーが、うん、だからやっと俺についてきた俺が当たってたなってだってこれで上黒ってかっこいいじゃないですか。かっこ悪いと思わないけど、え、白の方がいいの。いや、なんかね、軽い車なのに天井を黒にするっていうのは。天井黒割と多いですよ、どのメーカーも。だからそれは、うん、保守的なんですよ。保守的なの。保守的やっぱりね、白がいいの。やっぱり白とかなんか軽く見えるんだよ。軽く、だから安っぽく見せないと。あ、そう。あえて車っていうのは、うん、安っぽく見せるのが、まあ、安いっていうか、それがいいのに軽なのに豪華に見せることっていうか貧乏くさいじゃないですか。買ったくせに文句言わないで俺乗ってましたよ、初代カスラ、もう最高に良かったですよ。あのなんかこうやっぱ軽自動車なんで、うん、あんまりこう豪華だったり実際大きくはないので、うん、その中でなんかこう使いやすくってなんか力強さもあるけどやっぱちょっと可愛いっていうか、うん、なんかこうやっぱ手頃感というか、あの価格もそうですし、うん、車の体格的な手頃感を狙って使えそうな軽っていうのが最高ですよね。いやこれだったら男の子でも女の子でも好かれますよ、うん、これ、ね、これ本当にいい車ね、うんうん、でも使いやすいもん、本当にこの車は、うん、すごい、これはいいですね、うん、次行きましょう、はい、次こちらが最後になります、はいはい、あるとね、うん、はい、初代は1979年にこれ安かったですよね。そうですね、あの初代があのもう50万を切る価格 で、ね、はい、50万切る、50万切ったっていうのが一応なんかね結構話題になって、あるとこれでおいくらするんですか。一番安いので、税抜きで85万8千円、うん、そんな安いの、はい、屋根白い。そうだよ、屋根白いじゃないですか、ね、
続きはツートンの車ばっかりなので、うん、あの白か黒かだけではないですね。そうだよね、この原稿になってるんだ。そうです、ね、かわいいですね。うん、かわいい。売れてます？まあ、なかなかちょっと今いろいろ半導体とかの影響があって、うん、あのなかなかお客さんに届けられてないっていうのが、まあ、実際のところです。売れてるっていう質問は失礼だよね。いや、それそう、自動車会社が悪いわけじゃなくて、うん、どのメーカーも減産だもんね。そうそうそう、だからなんか作れないんだもん。そうそう、これね、だから今生産台数が高いとか低いとかってあんまり意味がないんだよね、うん、作れないんだもんね。そうですね、そう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 。ただあのすごくあの前のモデルに比べるとあの柔らかい感じの車になって、あのだいぶあのストライクゾーンも広がったというか、うん、で安全性能とかそういったところもちゃんと、まあ、安くても安全とか燃費っていうのがいいので、うん、あのそういったところで非常にあの好評になっております。今の車は本当になんか安全性がすごく、ね、高いですよね。そうですね、うん、あのどうしても軽自動車ちょっとネガティブだったのはその危ないんじゃないのかみたいなのもあるんですけど、今も法規上小型も軽もみんな、うん、あの同じようになってますから。昔はね、なんか軽に乗ってたらぶつかったら死んじゃうぞみたいなこと言われたけど、うん、今はもう普通車と同じ作り込みだもんね。それも、まあ、高くなってるけど、うん、それは仕方ないですよね。そうですね。さあ、はい、今回はですね、この原稿のアルト、うん、あの持ってきていただいているということなので、はい、いいですね、はい、見てみたいと思います。車の話番組 YouTube では豪快映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。